HKT48 のメンバーが今月末が期限となっている自動車税の納付を呼びかけました。皆さん期限内に納めましょう。せーの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日昼過ぎに県庁を訪れたのは HKT48 の地藤江ねねさん、松岡花さん、そして最上七香さんの3人です。 HKT48 は福岡県の自動車税納付率の向上を目指すキャンペーンキャラクターを務めています。公務で忙しい服部知事も HKT48 の訪問にこの笑顔です。プロフィール見ると究極の質問を考えるのが趣味だという人がいたりして、どういうこと？夏にダウンを10枚着るか、冬にタンクトップで過ごすか、どっちができるかなみたいな。本当しょうもないです。本当ごめんなさい。それは究極の質問やな。ね、すごく楽しそう。福岡県によりますと、県内の自動車税による税収はおよそ600億円で、県全体の税収のおよそ1割を占めています。私たちの生活を支える税金をしっかり期限内に納めていただけるように、私たちもたくさん呼びかけていきたいと思います。去年は過去最高の期限内納付率 85.4% を記録したと伺いました。今年もさらにそれを更新できるように頑張りますので、よろしくお願いします。今年度の納付期限は今月末となっています。